昨日コメント欄にライズのまとめやらないんですかと来ましたので、途中からなんですがやっていこうと思います。熱い試合が多すぎて見入ってしまってたんですが、まずはピエロブラザーズ弟、ただいま5連敗中の山口優真選手 VS ヤーマン選手と接戦を演じた伊藤澄也選手の不良対決。1ラウンド山口優真選手がダウンを奪い、3ラウンドオープンフィンガーグローブは親指出てるんでサミングになってしまい、山口優真選手が食らってしまい、一時中断。リングを叩きながら、痛い、痛いと叫び、ここで試合終了。故意ではないので、ここまでの判定の結果となりまして、2-1で山口優真選手の勝利となりました。超熱い試合でした。続いて、ピエロブラザーズ兄、山口博人選手。対戦相手が、なんとガチ。原口健人選手も死闘を繰り広げた、タップロンハーデスワークアウト選手。試合は1ラウンド。オープンフィンガーグローブといえばパンチですが、タップロン選手、ハイキックがえぐい。音もえぐい。山口選手、それを警戒しているところ、タップロン選手の右ストレートを無防備なところに食らってしまい、ダウン。もちろん顔面。タップロン選手、猛攻を仕掛けるも、山口選手のアッパーも入り、タップロン選手もここで効かされる。タップロン選手は膝、パンチと当てていく。山口選手、効かされるが、倒れることはなく、1ラウンド終了。2ラウンドをタップロン選手、有利かと思いきや、スッと入ってくるときに、山口選手、タイミングよく右を当て、タップロン選手、ダウン。しかし、フラッシュ気味。山口選手は、来いよと、指をちょいちょいとジェスチャー。流れが山口選手。タップロン選手、山口選手のボディを嫌がる。タップロン選手、交代。山口選手、詰めていく。気持ちが強いが、タップロン選手はそこに膝を合わせていく。ここで2ラウンド終了。面白いけど、体が心配になる。3ラウンドタップロン選手疲れるも打ち合い。山口選手のバランスの悪くなったところに、蹴りかな？ちょうどここ映ってなくて。しかし山口選手倒れる。これでダウン2回目。その後もふらつかせられるが、前に出続ける山口選手。しかし危険ということで、残り10秒ほどを残しまして、レフェリーが止めに入り、タップロン選手の TKO 勝ちとなりました。山口選手、本当に試合に命かけてきております。根性にあっぱれ。そして実況の方、大原なんとかさんっていう声の可愛らしい女の人がゲストに来てたのですが、私と同じ間違い、大原選手とここで言っておりました。小倉優香選手方式。ここで10月15日に出場するメンバー登壇で、相手は未定ながら風根選手、白鳥大樹選手、ヤーマン選手、中村寛選手で、ここでヤーマン選手と白鳥大樹選手が2人対戦するみたいになっておりました。ヤーマン選手がイケメンぶっ飛ばすと言うと、白鳥大樹選手は、俺がぶっ飛ばして逆に顔の形変えてイケメンにしてやるよ、殴り合ってやるよと言うと、ヤーマン選手、お前これまで殴り合ったことねえだろと挑発。風根選手、なんかこのやり取りの中、しれっとリング降りて帰ろうとしておりました。はい、そして試合に戻りまして、続いてはライズゲンスーパーフライ級チャンピオン、ザマッチに出場できず鬱憤が溜まっていると思われる大崎和樹選手 VS サンチャイてっぺんジム選手。那須川天心選手と同じてっぺんジムで普段はトレーナーをしている元ラジャダムナンチャンピオンになります。大崎選手の入場曲は、僕の右手を知りませんか、ザブルーハーツ。ここからまた通常グローブに戻りまして、1ラウンド大崎選手ローを蹴り、サンチャイ選手それが気になり始め、残り20秒でそこへ大崎選手ボディを効かせて、サンチャイ選手動きが止まる。大崎選手ラッシュをかけ、サンチャイ選手ダウン。立ち上がったところで1ラウンド終了。2ラウンド大崎選手優位に進めるも、サンチャイ選手の右を気にして攻めきれない印象。3ラウンドサンチャイ選手の重いミドルが刺さる。しかし大崎選手再び左のボディから上へ右フック、これでダウンを奪い、サンチャイ選手起き上がれず、大崎選手 KO 勝利となりました。マイクは、なんとか KO で勝つことができた。10月、風根選手、タイトルマッチ、やりましょうで。放送席にいた風根選手、登壇しまして、ザマッチ選ばれなくて、ブツブツ言ってたけど、やります。ただ、俺、めっちゃ強いんで、と、カード決定となりました。そして、マンドコロジン選手も登壇しまして、いやいや、俺がどっちも倒すんで、と自分を忘れるなとアピールをしておりました。続きまして、ライズスーパーバンタム級チャンピオン、鈴木正彦選手 VS 現シュートボクシングチャンピオン上山聖輝選手。これ楽しみにしてました。ライズ VS シュートボクシングの一戦、
1ラウンド1分、右のストレートで鈴木雅彦選手フラッシュダウン、倒れてないアピールするも若干足に来ていたので、もちろん認められず早々とダウン扱い。鈴木雅彦選手その後ガンガン中に入ってフックの差し合いになる。鈴木選手一旦距離を取りストレートを当てるも、上山聖輝選手フックを打ち返す。一進一退でこのラウンドを終了。2ラウンド鈴木選手作り直しリズムに乗ってくる。小気味よく当てるが上山聖輝選手も打ち返す。上山選手は鼻から出血。鈴木選手のカーフに左足の踏ん張りが効かなくなってくる。レベルの高い攻防、同じようなタイプで噛み合う。どちらも引かず2ラウンドを終了。3ラウンド上山選手の足は流れていて力が入っていない感じ。鈴木選手果敢に攻める。残り1分、ストレートからの連打が顔面を捉える。上山選手かなり効かされるもダウンには至らず、その後も鈴木選手足の効かない上山選手にこちらは足を使い顔面を捉えていくと、ここでゴングになりまして、ダウンを奪った上山聖輝選手に、しかしその後追い上げた鈴木雅彦選手、判定はなんとドローで延長戦へ。はい、いいと思います。そして延長ラウンド3分、見ていて疲れます。どちらもガンガン出る。上山選手は踏ん張りが効かないながらもうまく応戦、ただ力はやや弱く見える。しかし上山選手足を引きずる格好で前へ出ていく。こんなん感動や。残り30秒、鈴木選手いいのを当てるも上山選手手数で応酬。最後は殴り合いでここでゴング。ヒット数の鈴木雅彦選手、手数の上山選手、判定になりまして1人目、鈴木雅彦選手。そして2人目、ここも鈴木雅彦選手ということで、 3-0 で鈴木雅彦選手の勝利となりました。超いい試合でしたね。これは鈴木雅彦選手のマイクは、上山選手さすがシュートボクシングのチャンピオン、皆さん上山選手に拍手お願いします。それと私事なんですが、11月に息子が生まれます。これからも強いパパでいれるように前に進んでいきますでした。そしてここから日本 vs 世界、対決残り4試合となっていきます。休憩を挟みまして、ここのところ一気に人気者となっていっている鳥肌実2の山田康生チャンピオン登場。対戦相手はオランダ、ラモンデッカーの再来と言われているヤン・カッファ選手。ここまで20戦18勝2敗、強いですね、24歳。試合は1ラウンド、山田選手の三日月蹴りが入る。やや効かす。ヤン選手アグレッシブに出てくる。お互いローブローを一発ずつ当て、一時中断。再開、即打ち合う。残り1分10秒、山田選手の右ストレートフック気味に捉え、ぐちゃっと音がするもヤン・カッファ選手構わず前に出てくる。他にも山田選手のキック、海外にはない空手技に苦戦している印象のヤン・カッファ選手と、ここで1ラウンド終了。2ラウンド山田選手どの距離からもローを打っていく。これは作戦通りか。ヤン・カッファ選手熱くなり大振りになる。山田選手コンパクトに当てていく。ただ下がらせられているのは山田選手で、3ラウンドへ。物語は残り1分44秒で急に動きます。前に出てくるヤン・カッファ選手に山田康生選手、ここで重くそカウンター、右フック当て、ぐちゃっという音とともにヤン選手その瞬間意識が飛びまして、当てた瞬間勝利が分かるというような山田康生選手 KO 勝利となりました。強い、かっこいい、またファン増えましたね。山田選手お子さんをリングに上げまして抱えて、マイクは疲れた、ヤン選手日本まで来てくれて感謝しております、自分の名前が少しでも売れてライズさんに少しでも恩返しできているかなと思っております、オスと、元ライズのラウンドガールの奥様もチロリと映っておりました。続いてパーティーチャンピオン、遊び人スーパーライト級のチャンピオン中野亮太選手 VS チャド・コリンズ選手、ムエタイの超強豪。カイト選手やフカシー選手にも過去勝利してきております。1ラウンドローキックの打ち合いからチャド選手強烈な右フック、解説のヤーマン選手、これもらったら一発で終わっちゃいますねと、凄まじいキレがあるのがわかる。チャド・コリンズ選手相手にローを効かせ、意識を下にやりつつ自分へのローはカットしつつそのまま前に出まして、フック左ストレートと出てきた勢いのまま入れ、そのままダウンを奪いまして、中野選手立とうとするもレフェリーがここで止めて、チャド選手勝利となりました。ヤーマン選手は強っと、チャド選手のマイクは I love you Japan、 また日本にライズで再び戦いたいです、でした。クソ強でした。
続いてもうすでにおなじみですね、カイト選手、ザマッチで野入正明選手に勝った時、放送席にいるマサトさんを見て、見たかマサトと思ったそうです。 VS スロベニアのサモペティ選手、過去日向選手や木戸康弘選手なども倒してきている、日本人負けなしの選手。ただ野入正明選手はサモペティ選手はトップどころではないので、カイト選手が KO すると思うと事前に予想しておりましたね。1ラウンド、カイト選手、いつも通りガードを固めてじりじりと前に出る。ボディを当て、サモペティ選手やや効かされた印象。カイト選手、三日月も効かす。サモ選手、カイト選手の圧に押される。カイト選手は様子を見た感じで1ラウンドを終了。2ラウンド、カイト選手の至近距離からのカーフに足が流れる。明らかに効いている。サモ選手が打つ連打も全てかわすカイト選手。カイト選手、的確に蹴り、パンチと当てるも、サモペティ選手、タフ。手数多く前に出てくる。ここで2ラウンド終了。3ラウンド、サモ選手、圧をかけて前に出てくる。連打、カイト選手、防戦。余裕がなくなってくる。カイト選手、手が出ない。カウンター狙い。サモ選手のパンチは当たっていないがアグレッシブ。と、ここでゴング。大きな差は見て取れない。判定はドローで延長戦へ。さあどうなるか。最後の3分。サモ選手、手がよく出る。圧をかけ、前に出るのはカイト選手。残り1分。カイト選手、かぶせるようなボディが刺さる。しかし、とにかく先手を打ってくるのはサモペティ選手といったところでゴング。手を挙げるサモ選手。判定は1人目、カイト選手。2人目、カイト選手。3-0 でカイト選手の勝利となりました。厳しい試合でしたね。マイクは、今回の試合で偉そうなことは言えない。反省している。でも日本人が最強と言われるように、これから活躍をしていきたいでした。そしてついに来てしまいました。メイン、原口健人選手 VS 世界最強の男、ペットパノムルンキャットムーカオ選手。原口選手、リベンジマッチであり、初代ライズスーパーライト級チャンピオンを決める一戦でもあります。5ラウンドマッチの延長無制限。ペットが栄光みたいな感じで、キャットムーカオが町の名前ですね。過去、シロ選手がそうおっしゃっておりました。ペット選手、212戦して、なんと170勝利しておりました。試合は1ラウンド、原口選手前に出ていく。勝ち気が見える。原口選手、前回のサウスポーとはスタイル変えてオーソドックスに構え、まずはサイドキックでいく。ペット選手の鋭い攻撃にも的を絞らせない気持ちで前に出る原口選手。ペット選手が蹴りの交錯で倒れる場面もあり、ここで1ラウンドを終了。2ラウンド、ペット選手圧を強めてくる。原口選手は足を使い続ける。ペット選手はミドルで飛び込んで展開を作りたい。そのミドルが強烈。一発で空気が変わる。うまくいなし続けた原口選手ですが、こちらからはどう攻めていくのかというところで3ラウンド。ペット選手が蹴って組んでと前回のような展開になりつつある。ペット選手のハメ技。ここから対処を変えていきたいところ。と、ここで終了。4ラウンド。さらに圧を強めるペット選手。鬼のフィジカルで立ち続け。決定打はないものの、転がされる原口選手。しかし残り3秒、原口選手の飛び膝がペット選手の額を捉える。ゴツン、効く。ここでゴング。そして5ラウンド、お互いに行く。打ち合い、盛り上がる。原口選手の顔、集中しきっている。残り1分、原口選手行かない。いや、行けないのか。ペット選手流し始める。原口選手行け。無理やりに行くも、ペット選手すぐ組む。ここでゴング。判定はなんと1人目50-49で原口選手、2人目49-48でペット選手、3人目49-49、ドローで延長戦へ。熱い、熱すぎる。そしてゴングが鳴りまして、ペット選手の圧は落ちている。原口選手の顔はいい。ペット選手、普通ぐらいの選手になってきている。原口選手前に出る。ストレートも当てる。ペット選手やり返す。パンチの距離で互角にやり合う。ラスト1分、気力でいけ原口選手。ペット選手のミドルが何回か入っているように思うが、原口選手前へ出る。残り10秒、原口選手ストレートで前へ出るも当たってはいない。印象はいいが、明らかにミドルが決まっているのはペット選手。延長は無制限の中で判定。1人目10-9でペット選手、2人目10-9でペット選手。3-0でペット選手の勝利となりました。原口選手届かず。ペットパノムルンキャットムーカオ選手、初代スーパーライト級チャンピオンに輝きました。
マイクは日本語でまず、こんにちはと、その後はタイ語で、今はとっても嬉しいです。次は練習してもっといい試合をします。ありがとうございました。でした。はい、というところで以上になります。面白かったですね、ライズ。オープンフィンガーグローブマッチが激アツだということも分かりましたし、しかしながら見ていて選手の体が心配になりますね。そしてシュートボクシングの選手は、どの選手も強くてですね、ペットパノムルンキャットムーカオ選手にこの後一体誰が勝てるんでしょうかとも思いましたが、3度目のチャンス原口健人選手いただけるんでしょうか。今後その辺は見守りたいところだと思いました。あなたが今日の大会見ての感想などもコメント欄にお寄せください。ではでは、私も疲れましたのでお風呂入ってご飯食べます。また聞いてね。